皆さんこんにちは、クックマン A です。本日はネギしゃぶを作っていきたいと思います。主な食材は椎茸、長ネギ、豚しゃぶしゃぶ肉なんですが、生姜が効いたこちらのスープはとても絶品です。よかったら皆さん作ってみてください。それでは材料の紹介からご説明したいと思います。材料は豚肩ロース肉しゃぶしゃぶ用 300g、 長ネギ4本、生姜 30g、 にんにく 5g、 椎茸6枚、だし1リットル、みりん大さじ2、塩小さじ1、薄口醤油大さじ3と1/3、柚子胡椒適量、すりごま適量、油適量となっております。それでは続いて作り方の方をご覧ください。まずネギは、縦半分で半分に切っていきます。大体ですね、3ミリ幅も3ミリ幅に切っていきます。先生レシピでは使わなかったんですが、私はもったいないのでこの軸もスライスして入れちゃいます。で続いて、
千切りにしました。少量の油を入れます。これ油です。これを少量入れます、ね、そして火をつけます。はい、ちょっと火がつきました。もう中火ぐらいですかね。火をつけて熱していきます。そうしましたら生姜とニンニクを中火で炒めて香りを出していきます。なので先ほど千切りした生姜、ポテトみたいだね。そしてニンニクのチューブ、ね、こちらを鍋に入れていきます。で炒めていきます。はい、これで香りを出していくということですね。香りを出します。すごい香りが立った、うん、はい、香りが立ってきました。香りが立ってきましたら何に入れるかというと、だし、みりん、塩、醤油。まずだし、さっきのわっといただしを入れます。よいしょ。テレビ番組みたいだな、こうやって入れるとね。はい、出し入れました。で、続いてみりんこれみりんです。みりんを入れます。はい、続いてお塩入れます。お塩、そして醤油。本来は薄口ですけども今回は普通の醤油入れます。薄切り料理やってる感じですね。で、ここから、鍋一煮立ちするまで待ちます。はい、実際にはこれであとは、豚肉と長崎の椎茸を盛り合わせて食べていくことになります。下ごしらえというか、もう準備はここまでになります。本当は先生レシピではないんですけど、僕はここでもう軸を入れちゃいます。軸はね、やっぱり入れちゃいます。火通したいので軸を入れておきます。これは自分流レシピです。先ほど切った椎茸、ここまで仕込みしたら、あとは簡単です。先ほど作ったこのスープ、タレの中に椎茸を入れていきます。入れますね、椎茸入れます。そしてこれで火を通していくんですが、ネギはもう少ししてからね、通したいと思いますので、まず椎茸だけ入れておきましょう。最初は椎茸に火が通ってきたらネギを入れます。ネギ入れます。よいしょ、ネギ入れます。そしてネギも温まる感じでいいかなと思いますね。で、ネギが入れた頃にビールを飲むのがベスト。
れでまた一煮立ちしたら、このしゃぶしゃぶ肉を入れていきます。しゃぶしゃぶ肉を入れていきますよ。で、しゃぶしゃぶに火が通ったら、さっき入れた椎茸とネギをこうまとめた形で出してきます。そして薬味をかけたり、柚子胡椒をつけたりビールに合います。うまいっす。ちょっともう一回テイク2いきます。はい、しゃぶしゃぶの肉を入れて、火が通ったらこういう感じでネギと椎茸も、一緒に入れちゃいます。椎茸とネギを一緒に取っていきます。椎茸取って、でここに柚子胡椒をね、お好みでちょっとつけて、でこれ全部一緒にね食べる。生姜の風味が非常に効いてて非常に美味しいです。そしてヘルシー。おすすめです。